は普段は鉛筆一色で多分書くと思うので、でまあこれはこのぐらいですね。不等式の形が非常にあっさりしてるがゆえに、下側は条件を満たして上側は条件を満たさないで、不等号が半不等号だからの境界上も条件を満たすと、これで終わりです。ではちょっと集合論的な言い方から復習してやや丁寧にやりましたけど、こういうことが分かった上で上か下かっていう話をしてください。だからまあこれ繰り返しますけど、これ紛らしいんですけど、同じ y っていう記号で、これよりもマイナス x 二乗足す1よりも y の方が小さいですから、等しいのラインがこの境界なわけです。で小さいってことは y 軸上に行くほど大きくなるから、小さいは下側だってことです。それは実は y の符号を合わせることが非常に大事で、で式の形によっては、元の与えられた式の形によってはその式変形でうまく y の言葉に表しに行くっていうのが、まあ技術的に大事になってくることもありますが、この問題ではまあ見たまんま下側、ただこれが直感というよりは論理的にちゃんと納得できるように、一度は条件を満たせ満たさないって山ほど打って、でそれぞれ一点一点計算して、でその点全体の集合が不等式の場合は線じゃ済まなくて面になるということまで確認しといてください。でもちろんこれ必要十分条件なので、この斜線の引かれた領域から2に行って持ってきても必ずこの与えられた不等式を満たしているようになってます。そして必要十分ってことは、この外側の領域から点を取ってきたら絶対満たさないということです。まあ一度は確認するべきですが、ここまで論理的に納得した上でさらっとできるようになってください。なんかなんだか実は分かってないけど結果的にできちゃったというのは非常に危ないので、だんだん式が複雑になってきた時に本領発揮しますが、なんかそっから考えても非常に難しいこともあるので、このぐらいの簡単な問題できちんと論理的に追いかけていくということです。